それでは次のご依頼に参りましょう。はい、次の方は大阪府高石市にお住まいの秋原俊彦さん、73歳の方です。はい、全略探偵ナイトスクープの優秀な探偵の皆様、毎回視聴者からのいろいろな難問、難事件に対しても、ある時は論理的に、またある時にはユーモアを交えて次々と解決されていますね。はい、しかし今回の私の依頼は、過去ナイトスクープの歴史においてもかなり手強い難問だと思います。私は高石市に住む73歳の男性なのですが、近くにかかりつけの歯医者さんがあり、10年間通っているのですが、そこに難問があるのです。実はその歯医者の待合室に一つの知恵の輪が置いてあり、それがどうしても解けないのです。歯医者に通って10年、未だに解けません。10年ね、そっちの方が悩ましい。歯はどうなんでしょうね。10年なかなか通えませんよ。私は病院の先生の許可をもらって知恵の輪を自宅に持ち帰り、いろんな人にその知恵の輪に挑戦してもらったのですが、やはりダメでした。看護婦さんに、患者さんでできた人はいますかと聞いてみたのですが、いないとのこと。メーカーに尋ねようと思っても、どこにもそれらしき表記もなく、持ち主の先生もどこで手に入れたかもわからないとのこと。10年間私は悩み続け、そこで思いついたのが探偵ナイトスクープ。思いついたんだ。西田探偵局にお願いすれば何とかなるのではと思ったのです。ぜひ最も頭の良い探偵を派遣してください。あれよろしくだけど、あれ人生的に大丈夫なのかな。大丈夫大丈夫ですよ。知恵の輪は、知恵の輪なんか好きなわけないでしょ。いやそんなキャラやないし。知恵の輪と対局の人間。そうそう、そんなこと言いますね。だらけもんやないか。なんで知恵で外さんと力で外すよ。いやなんで、まあ依頼文に書いてたようにね、その依頼者10年間歯医者が通ってて全くできないんですよ。でね、その知恵の輪っていうのはね、なんかみんなが思いつく知恵の輪って、なんかこうこれぐらいのこのガチャガチャってやって外すようなやつじゃないですか。今回ちゃうんですよ。左右にね、緑の玉と赤の玉がありまして、で台があって、棒があって、紐がついてて、中に丸があって、そこに通して、ここにリングがついてるんですよ。わかるかな、この説明。よくわかる。でもね、依頼者73歳、わかりにくいですよね。人生体験も豊かな方が10年通ってわからない知恵の輪ってのが現実に存在するということがわからないわ。ただの置物じゃないの。置物じゃないの。置物見てもらいましょうか。じゃあ VTR ご覧ください。どうぞ。さあ、依頼者の秋原さんです。よろしくお願いします。よろしく。依頼文見ました。これが問題の。そうなんです。知恵の輪っていうか、これがこの緑から赤いとこに来なければダメだという。そう。何がどうできないんですか。これをですね、ここでも詰まってしまいますよね。詰まりますね。ね。はい。それでこれが、この紐がこっからついてるんですよね、根っこから。はいはいはい、はい。こっちもですね。はいはい。抜けませんよね。はい。まずこれ通らないですよね。これがね、これも取れない。こうもいけない。これを裏に通そうと思っても通らない。ギリギリのとこでね。こう来て、こう通って、こう来てますね。これがこうなって、こうしても一緒ですね。お手上げですね。でもこれは、どうやろう、このね、依頼文でね、ぜひ頭の上探偵って言うて僕が来たんですけどね。はいはい、一番頭の、僕その中でね。いや、どうやろうな、みんな。寛平さんでは無理やしね。ちょっと待って、はい、なんで寛平さん無理って決めつけます。どうかね、抜けそうやないですもんね。もうこんなんできへん。そう、とうとうできませんね、もともとこんなん。これ生きてる間にできますかね。ちょっと無理でしょうね。
このままでいけばね。このままでいけば。今おいくつでした？はい、73です。73。時間ないじゃないですか。研究室これだ。いつもお世話になっております、ナイトスクープです。はい、僕はちょっと初めてなんですけども、実はね、はい、今回何で来たかって言ったらね、はい、山田先生に解いてほしいもんがあるんです、はい、これなんです。これね、はあ、知恵の輪なんです。できますか？これはね、なんかこういかにもですね、はい、解けそうですもんね。解けそう。理論的にはですね、こういう作られたものっていうのは、はい、必ずね、最初に正解をできるようにして作られてるはずなんですよ。だからね、できる、絶対にできる。もうなんかものすごい勇気が出てきました、ね、出てきましたな、はい、このね、うん、あ、元に戻っちゃいます。これなんか絡んでるだけですね。そうするとですね、ダメですね。これ外れないですかね。いや、それずっこいですよ。それずるいですよ、全員ですよ。白衣脱いでいいですか。いいですよ。ちょっと汗かいてます。一本のですね、はい、棒ですね、はい、玉がありますよね、はい、でこれはリングですわ、はい、まあ、こういうイメージですね。イメージですね。これが途中よじれていると、はい、気持ちをですね、はい、矢印って書くと、はい、こうでしょうかね。リングが行ってほしい。何言ってますの。いや、あのね、先生、無理なら無理って言った方がいいんですよ。ちょっと調子悪い。調子悪い。あんだけ物理わー言うの調子悪いって。誰にこの聞いたらいいんですか。あんまりね、こう動物たちってのはね、はい、考えないで、はい、こう本能で行動するでしょ、はい。あ、持った、あ、持った。あ、いや、すごいすごい。それ。おー。純子ちゃん。トリックの専門家、はい、そこに行って、はあ、解いてもらいましょう。はい、こんにちは。あ、どうも、はじめまして。あ、探偵なんですけど、探偵の中から失礼します。あ、これなんて、分かります？うん、まるまる、はい、知恵の輪やね。いろいろやったんですよ。ああ、分かった。まずこの輪が、はい、一旦外れる。外れる。外れる。この紐全部外す。外して、これがこちらに、また元へ紐戻す、はこちらへ入る。これ、このこれパターンの、これ知恵の輪。わかる？よっしゃ。はい、お願いします。今言ったように、これが外れて、はい、一回外れて、はい、こちらへ入る。はい。ね。はい。こう。まず外れたね。いや、外れたね。外れた。そうそう、これね、こういうパターンの、これは知恵の罠ね。はい、これ切れ取ってちょうだい。いいですか。あ、いいですよ。いきますか。はい、行きましょうか。せーの、はい、うわぁ、ちゃんと入ってる。入ってるの。入ってるね。こういうパターンの、これは知恵の罠。何返す。ものすごい、なんか僕今不自然なんですよ。どこが不自然で。パーとかできるんですか。え、パー。はい、パーは何してますの。どうした。これこんなのができるわけ。僕最初めっちゃびっくりしたんですよ。こんなのができない。こうして
こう持ってるんですか。こう離れたここ持ってたらこれなどることなのに。ずっこいわ。できるわけないわ。あのね、知恵の輪っていうのはいろんなそういう名人たくさんいてる、名人が、はい、まあそういう協会もあると思う。ベギンさんがおっしゃってた、はい、なんか協会とか言っとったじゃないですか。ああ言ってましたね、はい、調べたらあったんですよ。ニオン知恵の輪協会ってあるんですよ。あ、もしもし、山本ですが、あの日本千代の協会の山本名人でございましょうか。はいはい、そうです。あのね、ちょっとね、大変困った知恵の輪が僕ら今持ってるんですよ。あ、どうも、はい、あ、山本名人でございましょうか。あ、どうも、はじめまして、あの日本知恵の輪協会の山本でございます。どうも、はじめまして。金属の輪が、はい、まず緑色の玉の方にあります、はい、あります、はい、これを何とかして、はい、赤い玉の方に動かします、うん、で穴は動きません、うん、でも紐がそれなりに緩みがあって長さがあるんですよ、はい、ここがこの知恵の輪の味噌でして、そういう僕らいろいろ考えますよね、うん、まずつながっている紐の中央部をかぶせます。ここが難しい、これが難しい、ね、ここで両側の紐を引いてもらって、ちょんまげ頭のようにこういう形になります。この時点でこの鉄の輪を中央の輪を通してここへ持ってきます。ここの時点でこの輪を戻す、中央の木の穴から向こう側へ出します。で、こうなります。ここで初めてもう一回二つの輪を、そしてさっき言えたやつを反対側から戻します。ですか、ここを出てきて一番最初の形になります。素直にこちらへ、真ん中の穴にこれを、これでできなかったら恥ずかしいですね、はい、10年のキャリアですからね。こうか、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 ちょんまげできた。いつ死んでもいいですよ。いやー、なんとかできました。やっぱりあれね、あの、藤野先生がおっしゃっとったように、完成品があってできるということなんですが、あのパターンは古いんですって。それが江戸時代からあるようなパターン で、あの山本名人がおっしゃるには、あの知恵の輪って5つぐらいのパターンしかないんですって。でそれをただこう1つ目のパターンと3つ目のパターンを組み合わせたりというのがそういうので、それさえ分かればできるだろうということなんですけども、あの依頼者のお父さんはずっとジェンジさんのマジック気に入っとったんです。これでええやんってずっと言ってたんですよ。マジでジェンジさんがやった時にすごいびっくりして、うん。